今週は衣替えを紹介します衣替えとは季節の変化に合わせて衣服を変えることです日本では会社や学校の制服を毎年6月1日に 同時に全員夏用に変える習慣があります。でも最近地球温暖化の影響で早めに変えるところもあります。寒いか暑いかは人によって違うのに同時に制服を変えるなど日本らしいですよね。でもみんな同時に夏服に変わると気分も急に変わり これから来る季節に、いろいろと期待を持ちます。四季のある日本では、このように昔から次の季節の準備をして、その季節を迎えてきました。 and study more Japanese at JOI.